小野義郎は、昭和期の停震官僚。元郵政事務次官、日本放送協会第11代、会長。広島県広島市出身。広島商業学校、大阪高等商業学校を経て1931年、九州帝国大学法文学部卒。停震省に入省し、札幌鉄道郵便局長、広島停震局経理局長、 中華民国臨時政府副有務長、大連関東挺身局長などを経て1951年、郵政省貯金局長、1955年同官医保研局長などを、歴任の後、1956年郵政事務次官、就任。30代で大臣に初就任した、田中角栄が進める放送局の免許大量交付や、 新聞社とテレビ局との統合系列化ほかで大きな役割を果たした。1959年、日本放送協会、専務理事、1964年同副会長を経て1973年、田中に抜擢され、第11代 NHK 会長に就任。会長在任中の1976年8月、田中が、ロッキード事件で逮捕される。小野は 東京拘置所から保釈中だった田中を、目白の指定に見舞うとこれが大きな問題となった。NHK に抗議が殺到し、受信料支払い拒否者が急増、日本放送労働組合の運動などで、小野は同年9月隕石辞任に追い込まれた。NHK 会長が任期途中で辞任するのは初めてで、NHK 発の大きなスキャンダルであった。 NHK の会長はこれ以降、池田義蔵及び、福地茂雄以降を除いて、内部昇格となっている。また当時、ニュースセンター9時のキャスターだった、磯村久則が、おの辞任の日に、NHK がこの事件を積極的に報じなかった、ことを独断で視聴者に、謝罪、新しいキャスター像を作り上げたと言われている。2005年まで NHK の名誉顧問を務めていたが、 前年に相次いで発覚した不祥事を受けて、顧問制度が廃止されたため退任した。2006年4月制御去年104。ありがとうございます。